調査隊が訪れたのは世界遺産法隆寺をはじめ多くの文化財が残る奈良県斑鳩町。さあ我々いますのは法隆寺の境内です。そしてここから先が法隆寺の東院伽藍になるんですが、はい、このさらに奥に町の調査対象であります中宮寺があります。そこに教科書で見たことがあるというような素晴らしい2つの国宝があります。今日はその国宝を中心にですね、中宮寺の魅力に迫ってみたいと思います。はい、法隆寺の東に隣接する中宮寺へは法隆寺の境内東院伽藍から向かいます。この四角門をくぐりますと、はい、正面にありますのが法隆寺の国宝です、有名殿です。有名な八角形の建物ですね、はい、そのさらに奥ですね、はい、あちらに見えます鈴間市やかな三門、はい、あの奥が中宮寺になっています。もう日本有数の歴史を持つ尼寺で、聖徳太子が創建されたという、まあ、伝えられているお寺なんですけども、この中に2つのもう超有名な国宝があるんですが、それを拝見する前に、はい、現在ねここに中宮寺ありますけども、ここに移ってきたのは室町の終わりから江戸の初めにかけてぐらいの時期でしてね、それまでにずっと中宮寺になった元々の場所があるんです。そこに行ってみて中宮寺の出発点を確認してみたいと思います。はい、飛鳥時代の創建以降度重なる火災で衰退と復興を繰り返し現在の場所へと移された中宮寺。創建された当時の跡地で行われた発掘調査でかつての中宮寺の姿が明らかに。そして国宝中の国宝、優しい微笑みをたたえたご本尊をご存知ですか？拝見したことあります、教科書とかで。今回は普段公開されていない皇室ゆかりの場所まで特別に拝観。1300年の歴史を誇る尼寺中宮寺の魅力に迫ります。調査隊は創建当時の寺の跡が残る場所へ。中宮寺から東に400メートルほど離れた場所にやってきましたが、はい、ここに広大なスペースが広がってますでしょ。本当だ、急になんか原っぱがありますね、はい、ここが実はもともと中宮寺が創建された場所です。あそこにポコンとちょっとね土が盛り上がってますけども、はい、あの基壇の上に金堂や塔が建てたんですね。基壇とは建物を支える基礎のことで、南側に塔、北側に金堂が建てられていました。このスペースはですね、うん、国の史跡に指定されてまして、はい、大体南北が170メートル、東西が126メートル、これだけのですね境内を持つ大寺院だったということですね、はい、中宮寺は聖徳太子が母である穴ほべの橋人の姫巫女のため、その御所をお寺に改めたのが始まりと言われていて、代々女性が住職を務める尼寺です。1960年代から中宮寺跡の学術的な調査が始まってるんですが、12年ぐらい前にね、うん、日本で初めての発見があります。こちらに石が置いてあります、はい、実はこれ神祖と言いましてね、神柱の礎石です、うん、これがですね地下にあったのが発見されたんですね、はい、この周辺に驚くべきものが見つかったんです。え、調査で分かった驚くべき発見とは。なんかどういうふうに柱が立ってたのか分かる跡が残ってますね。柱の礎石が再現されて、はい、こういう配置でしたよということが分かるようになっています、はい、ここにですね、はい、神柱が立ってた、うん、で先ほど見たあの神祖ですね、はい、この下に埋まってたわけですね、うん、実はこの中宮寺の跡で神柱をこうして建てたんだろうなということが推測できる、うん、そういう跡が発見されたんです。注目されるべきはこれなんですね、うん、説明があります。神柱を建てるための足場の柱穴が、どういうことかと言いますと、はい、ここにですね、はい、足場が組まれます、うんうん、で神柱の神祖が置かれて、はいはい、柱が寝かされます、うん、足場の一番上に滑車みたいなものをつけて綱を神柱のてっぺんと結んで引っ張ることで柱を建てたんだろうと。
なるほど。発掘調査は1963年に始まり、2011年までの間、奈良県や斑鳩町が中心となって14回行われました。7世紀頃の屋根に使われていたとみられる軒丸瓦も見つかり、中宮寺は飛鳥時代に創建されたお寺だということが確認されたのです。そしてもう一つの発見が、この配置ですよね。南側に塔があって、北側に金堂がある、この伽藍の位置関係から考えられるのは、日本初の国が作った寺院として有名な四天王寺ね、あそこの伽藍の配置、それと同じような配置ではなかったか、つまり四天王寺式伽藍配置というような、そういう構造のお寺ではなかったかということが想像できるということも言われてるんですね。ですから今現在の中宮寺からは想像できないような大寺院であったということですね。そして若市さんから秋深まるこれからの季節に嬉しい情報が。10月になりますとたくさんのコスモスが、あ、そうなんですか、10月のいい時期になればもう満開で、4年前公園として整備された中宮寺跡地、祈壇の横に広がる見事なコスモス畑は今年は10月下旬ごろ見ごろを迎えるそうです。調査隊は再び現在の中宮寺の場所へ。こちらの山門の瓦ですね、模様がありますね。ありますね、はい、何の模様でしょうか。あ、菊の御紋ですね。菊の御紋、これは何かといったら、皇室と関係があるということの一つの象徴でもありますけれども、実はこちらの中宮寺は日本有数の歴史を誇る尼寺であると同時に門跡寺院になりましてね、天皇家の皇室の流れを汲む女性が寺の主になって治めてこられたお寺ということです。失礼します。さあ、この正面の大きな建物が御本堂になります、そしてこちらが表御殿になります。尼門跡寺院ですから、皇室の関係の方なんかがお見になったらここで、まあ、お迎えするというようなスペースなんですけども、普通は入れないこの場所に最後私たち入らせていただきます。表御殿の内部は後ほど。こちらが御本堂になります、見てわかりますように、新しい建物なんですね。そうですね、高松の宮妃殿下が発願されて、火事にも地震にも強い、そういう御本堂を作りましょうということで1968年にこの建物が完成しました。吉田磯谷っていうね、昭和の前半期を代表する建築家、文化勲章ももらっておられる方ですけど、その書の設計なんです。耐震耐火を施した鉄筋コンクリートで作られた本堂、柱の組物もシンプルですが平安時代の浮見堂をイメージしており、伝統とモダンを融合させた現代建築です。そしてこの御本堂の周りを囲っているのが山吹です、春になりますとね、見事な黄色に包まれます。ではいよいよ誰もが知るという御本尊とご対面。近づいてお姿を見れば、黒木さんもすぐ分かると思います、拝見したことありますでしょう。ほとんどの教科書に載ってる菩薩半跏像がこれです。半跏主意像といいますけども、足をまあああいう形で組まれて、頬に指先を当てて、人々をですね、こう迷いから救うためにはどうすればいいかということをずっとこう瞑想しておられるお姿なんですけどもね、実は目の前にいらっしゃるのは本物ではないんです、本物は今ちょうどですね、北海道の近代美術館の方の展覧会に出展されてまして、身代わり御本尊なんですけども、全く瓜二つのレプリカです。飛鳥時代に作られたという国宝菩薩半跏像、その表情から見て取れるのは、微笑み方がね、いわゆるアルカイックスマイルっていうね、古典的な微笑ということで、モナリザとかスフィンクスに並ぶ世界的な名作だと言われてまして、日本の仏像の中では特に世界に知られている仏様の一つですね。
そして中宮寺門跡を務めて59年目を迎える日野西光尊さんから特別にお話を伺えることに。菩薩半跏像とずっと対面を続けてこられて、はい、どういう仏様だと感じておられますでしょうか。はい、本尊様がお母様のような気持ちで、皆さんをいつもいつも愛して慈愛を持って接する、はい、ありがたく拝ませていただいて、もう幸せです。さらに御門跡のご厚意で特別に内陣を見せていただけることに。飛鳥のですね、この時代の彫刻というのはだいたい一木造りが多いんですけど、こちらの仏様は寄席なんですよね。11のクスノキを合わせてこういった絵を作ってる。で、今はこういう形でちょっと黒ずんでこういうお姿で親しまれておりますけども、本来は彩色されてたんですね、もともとの状態は。この黒光りしているお姿はこのお灯明のゆえんやお香のゆえんで黒光りしたお姿になられております。日頃は絶対見ることのできない背面をちょっと拝見させていただきます、はい、皆さんに見ていただけることはもう滅多にないと思いますが、こういう背面をしておられます。こちらは光背と申します、はい、竹の節のようになっているのをご覧いただけますでしょうか、はいはい、こちらが飛鳥時代の特徴と言われております。さらに左足は迷いがある方を救うためすぐ駆け出せるように台座から少し浮かせて作られています。横から拝見すると本当にこう前のめりにこうお参りする私たちのお話を聞いてくださるかのようなその姿勢が横から見るとより分かりますね。そしてもう一つの国宝が日本最古の刺繍天寿国曼荼羅秋蝶。こちらは昭和に入り複製されたものですが、実物は飛鳥時代聖徳太子の死後妃の橘の大井羅爪の銘によって作られました。赤い糸で彩られているのが聖徳太子と言われていて、太子が極楽浄土で過ごす姿を描いています。作られた当時は縦2メートル横4メートルの帳が2枚と大変大きなものでした。現在はその断片に加えて鎌倉時代に修復されたものの一部が残されています。1400年前の刺繍繊維がそのまま一部残ってるのはすごいことですね。本堂では他にも浜野俊博画伯が描いた聖徳太子絵伝色図大屏風や、普段は公開されていない聖徳太子2歳の像も今だけ特別に拝観できます。貴重な宝物に接した調査隊はこちらも普段は入ることができない表御殿の中へ。わあ、すごいお部屋ですね。こんな風になってるんですね。江戸時代に建てられた表御殿は皇族の方をお迎えするための施設。書院造りの趣が残る歴史的建築物として日本有形文化財にも指定されています。部屋には同じ江戸時代に描かれたと言われる襖絵が、襖全体で1枚の続き絵になっています。そして一番奥の部屋には、美しいですね。特別な部屋ですね。これはもう見れば見るほど。こちらでは宮様がお書き物をなさったり皆様とお会いなさる時にいらっしゃった上段の間でございます。御所文化がね、いろんな形でこう伝わってるお寺ですよね。最後に御門跡が家元を務める茶道中宮寺御流で建てられたお茶をいただきました。素晴らしいお味でしてバランスがいいですね、もうこれだけのお宝を拝見した後で最後にこうしてその場所でお茶をいただくって、この贅沢さ、ね、仏様も本当にお優しいお見た目でしたし、はいはい、至る所にやっぱりこうお寺の中に女性らしさ、そうですね、女性らしい気遣いが感じられるお寺で、まあ、そういろんな意味で気持ちの休まるお寺です ね、うん、ね。1300年の歴史を誇る尼寺中宮寺で
ご本尊の優しい微笑みと美しさに触れてみてはいかがですか。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネットと